工房施設の永田です。くさびと書いて施設と呼びます。金曜日から週末にかけて、高山、金沢、そして兵庫県、京都と、いろいろ材木屋さんを巡って帰ってきました。兵庫県神戸市の方はね、ペン&メッセージさんと国営さんの方に納品していきましたので、またお店のお知らせをお待ちください。材木屋さん何軒もちょっと寄ってきたんですけども、そこで買ってきた材料ですね。まずはカリンのコブですね。白が本当生きてはいるんですけど、ちょっとね、思った以上にね、大味のコブなんです。なのでね、ペンにして紅白いいのかな、ちょっとその辺はね、ちょっと VV を見ながら数本取れればいいなと思います。真ん中辺のこの辺はね、コーンプロット、ウーノやデューエア4ぐらい取れればいいなと思います。厚みが4センチくらいなら、なんとかいけるかなと思っております。そしてこっちが最初、高山の方で買ってきたウォールナットですね。ペントレーとかの素材になります。そしてですね、これが、タガヤさんですね。ちょっと色が明るいというのか、面白いなと思ったのと、本当はもうちょっとね、茶色っぽいんですけど、ちょっとね、黄色みが強いなというのと、この辺とかね、すごい面白いそうな木があったので、ペンにしてみると面白いかなと思って買ってみました。こういうとことか、この辺とかめちゃくちゃ細かい木があるので、ペンにしたらいいかなと思います。あんまりね、高谷さんやらないんです。紫高谷さんがたまにやるぐらいで、あとは同じ木の種類でウェンジぐらいですね。真っ黒なやつでこういう木の種類ですね。そういうものをたまにやるんですけど。そしてあとは黒柿ですね。ヒノキもあるんですけども。黒柿も、なかなかね、どんだけ回って探しても、極上っていうやつが出てこない。すぐ乾いて、すぐ使えるやつがないですね。この辺もね、細かいんですけど、クジャク木になるのかどうか、微妙なやつですね。そしてこっちも、一応クジャク木出てるんですよ。周りにね、出てるんですけども。この辺だともう細くて、多分アウトレットにしかならない。もしくはすごい安い部類ですね。しか取れないですね。この辺の方で、1本分厚みがあるので1本2本3本取れればいいかなということですね。もうこっちになるともう完全にいつものクジャク木は不可能なので、こんだけ量あるのでね、言われますのでね、ちょっとアウトレット系のものを作らざるを得ないのかなとは思っております。こんな感じでね、材料をいろいろと買ってきました。まだまだイベントありますし、静岡に持っていく黒柿は全くないので、なんとかこの子がものになってくれればなと思います。早速明日明後日ぐらいにもうバラして一人してペンの方を作れればなと思っております。で、週末神戸ペン&メッセージさんの方と国営さんの方、今回は神戸ペンショーもあるということで、結構な数を納品してきました。黒柿もね、そう、すごい特徴っていうものはないんですけど、なんとかクジャク木と呼べるものと、ルーチェペの方はね、ペン屋のメッセージさんの方ね、わりかしいいの、2万円、1万8000円クラスもね、数本ですけど、納めさせていただきましたので、ルーチェペの方はね、もし、いいものを、ちょっとあるんじゃないかなという感じです。あと工房施設がね、東京ペンショーの方で土曜日2日目朝ね、ちょっとお客さんの整理もできず、ちょっと密という状態で、皆様お客様含めスタッフ含めお叱りを受けました。一応もう、そういうのがちゃんとありましたのでね、神戸の運営の方もしっかりしてくれると思うんですけども、やっぱりお店や運営側だけではなく、やっぱりお客さんのモラルも大切なのかなと思います。多分ちゃんと指示の方していただけると思いますので、皆さんちゃんと並んで密にならないように、
混雑させないように皆さんのご協力もお願いしたいと思います。まあ、神戸弁書の時はね、工房説多分自分の工房で静岡のイベントのためにバンバン削っておりますので参加しませんけども、またよろしくお願いします。そしてこの週末ね、神戸のペアノベセさんと国園さんだけじゃなく、ペンズアレー竹内さんとか名古屋の方のペンランドカフェさんの方にも、まあ、ちょっとね少し納品の方をさせてもらいました。多分またお店の方にね、ホームページとかそういうツイッターとかねやってらっしゃるんだったら何かしら情報が上がってくるのかなと思っております。またこちらの東海地方の皆様ね、もしお店の方行けるんでしたら、もしよろしければ行ってください。ではでは、また静岡に向けて頑張って作りますので、またできましたらいろいろブログ動画で撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。